東日本大震災東日本大震災に対する支援活動東日本大震災に対する義援金寄付東日本大震災に対する義援金寄付では東日本大震災に対する義援金寄付について記述する。ロート製薬、カゴメバラ食品工業は四社共同で公益財団法人道の組みら基金を設立し被災して保護者を失った子どもたちに対する大学や 専門学校への進学費用を助ける奨学金を設立した。この基金は寄付を受けた金額すべてを奨学金として運用できるようスタッフ全員の人件費、事務所経費等すべてを4社で負担し寄付金全額の奨学金への使用を可能にしている。なお、この奨学金は返済不要であり他の奨学金との併用も許可されている。各国。 地域からの義援金については、東日本大震災に対する日本国外の対応も参照。ダイムラー AG より日本財団に提供され、後に日本自動車博物館に寄贈された車両。手前左からメルセデス・ベンツ・ゼトロス、メルセデス・ベンツ G クラス。奥はウニモグ。ダイムラーが提供した車両には日本国内放棄に合わない車両もあったため、 日本政府との交渉により2年間限定の国内使用許可を得て活用され、使用期限が切れた写真の3台が日本財団より日本自動車博物館に寄贈された。ありがとうございます。